NHK 連続テレビ小説、おちょやん、カムカムエブリバディなどに出演した、歌手で俳優の佐川光夫さんが、12日に胆能う縁のため84歳で死去していたことが20日、分かった。所属事務所がデイリースポーツの取材に対して認めた。葬儀は近親者で営んだという、写真、穏やかな笑みで幼い娘を抱っこふんわり髪の若かりし日の佐川光夫さん。 事務所によると、佐川さんは昨年、現在公開中の映画、アマロック、の撮影中にも体調不良を訴えており、今年3月から入院。容体が急変し、12日に死去した。映画は19日に公開初日を迎えたが、影響を考えて共演者にも訃報は伝えられず、初日終了を待ってこの日の発表となったという。佐川さんは神戸市出身で 1960年に佐川光雄名義でシングル「二人の並木系」を発売し歌手デビュー68年には本名の佐川光雄名義で発売した「今は幸せかい」が大ヒットを記録し同曲などで NHK 紅白歌合戦に4回出場した俳優としても渋い演技で存在感を示し NHK 連続テレビ小説には94年の「ピアノおかきりにおちょやん」 カカムカムエブリバディ」など10作品に出演した。私生活では71年に歌手、伊藤ゆかりと結婚し、カズメ、歌手、ユミ、をもうけたが、75年に離婚、2003年には胃がんの摘出手術を行い、18年にも脊柱管狭窄症の手術を行うなど、病に悩まされていた。